では、2番の5の解説をします。前半部分、いろいろ書いてありますが、この問題にしっかり注目をしてもらいますと、要は、スポーツ飲料3 7度 c における浸透圧が、人の血液の浸透圧とほぼ同じである。そして、このスポーツ飲料1.0リットル中には、スクロースが62.0グラム。 そして食塩、これがまあ求める質量ですけども、x グラム溶けていると。この混合溶液が人の血液の浸透圧と等しいということですので、この人の血液の浸透圧の内容を表すファントホフの法則、これに代入すればいいということで、この式、π=NRT イイに代入していく形を。 ままず考えます当然、まあ、モル濃度が重要ですので式の変形をして n=rt 分の πv というふうにしておいた上でそれぞれの数値を代入していきます。まず π は人の血液の浸透圧ですから 7.6×10 の5乗、えー、溶液の体積1リットル気体定数が 8.3×10 の3乗。 t は3 7度 c です。273を加えて310。ここまでは問題ないと思います。問題はこのモール濃度ですね、えー。具体的にはスクロース 62g。これがまず何モールかというのが必要かと思います。当然、えー、量分子量ですね。で割ってやりますが、分子量を計算しますと342となります。これがスクロースのモール数。 それに加えて、当然食塩のモル数がいるということで、Xg を58.5で割れば、食塩の色量を割ったことによって、モル数が出るわけですが、皆さんよく間違うのが、この問いの最後にも書いてありますが、塩化ナトリウムの電離度は1.0でありというふうに正し書きが入っています。要は、食塩というのは、電離して、 ナトリウムイイオオンンとと塩化物イオンに完全電離するとつまり私はよく言いますがアーモンドグリコの法則一粒で二度おいし1一モル溶かしてもナトリウムイオン1モルと塩化物イオン1モル生じるので粒子モル濃度としては2倍になるということですのでこの食塩のモル数もこの式に入れるきには2倍にしなければいけないこういう形になって関係式が完成します。 あとはこの式の変形をコツコツとやっていく、と、計算もコツコツとやっていくというしかありません。ということで、この2を忘れないということをしっかりと注意をしておいてください。以上です。